1927年頃の仙台市及び近郊地図。第二市、男子霊部は地図の中央左の仙台上二の丸にあり、周辺も含めて日本軍の施設が集中した。地図の中央右の30番が歩兵第四連隊 A で、現在は龍岡公園。日本陸軍の第二師団は、1888年5月14日に仙台鎮台を改編して、 宮城県仙台区に設立された師団である。1945年の陸軍解体まで、日本の主要な戦争に参加した。初代師団長は、最後の仙台賃大司令官、佐久間様田。仙台の不評第4連隊、青森の不評第5連隊、新潟県柴田の不評第16連隊、仙台の不評第17連隊の4個不評連隊を、機関都市、野砲兵。 第2連隊、騎兵、第2大隊、公兵、第2大隊、市長兵、第2大隊などで構成された。第2師団の管轄範囲、すなわち第2師館は東北地方と新潟県、北海道だったが、北海道で徴兵を実施したのは、函館、江差市、福山に限られた。日清戦争直後の1896年に、決定を見た軍備増強計画により、 北海道に第7師団、広崎に第8師団が置かれることになり、第2師団は、福島県、新潟県、宮城県の留め軍、元吉軍、栗原軍を除く、中部以南に縮小した。これに伴い、青森の不評第5連隊は1897年10月に、第8師団に所属変更した。不評第17連隊は1898年に、 仙台から秋田に移って、第八師団の霊下に入り、連隊への跡地には新設の不評、第29連隊が置かれた。また、新潟県新津にも、新設の不評第30連隊が置かれた。騎兵第2大隊は、騎兵第2連隊に拡充した。第4連隊と第29連隊は、不評第3旅団、第16連隊と第30連隊は、 不評第15旅団に属し、師団は、この2個旅団の他に、騎兵、第2連隊、野戦砲兵、第2連隊、それに、第2工兵大隊、第2市長兵大隊、佐渡の警備隊で構成された。日露戦争の後、1907年に、第13師団が、新潟県の高田に置かれることになった。これに伴って、不評第十六連隊と、同第三十連隊は、 第13師団に移管した。第2師団には新設の不評第65連隊が加わり、第8師団から譲られた不評第32連隊が秋田から山形に移った。このうち、第29連隊と第65連隊が第3不評旅団に、第4連隊と第16連隊が第15不評旅団に属した。師団にはこの2個旅団の他に、騎兵、 第2連隊、野砲兵、第2連隊、山砲兵第1代隊、第2工兵代隊、第2市長兵代隊が属した。第2市官は、新潟県を第13市官に譲り、代わりに、山形県と宮城県北部を第8市官から譲られて、宮城、山形、福島3県となった。第13市団が1925年の、 宇垣軍縮で廃止されると、第2師団は、不評第16連隊と、同30連隊を取り戻し、同32連隊を山形に置いたまま、第8師団に返した。不評第65連隊は、廃止になった。第4連隊と、第29連隊は、第3不評旅団に、第16連隊と、第30連隊は、第15不評旅団に属した。師団は、 この二個旅団の他に、騎兵第二連隊、野砲兵第二連隊、それに、工兵第二大隊、市長兵第二大隊、それに、新潟県高田に置かれた、独立大一山砲兵連隊を要した。第二士官は、新潟県を合わせ、山形県を第八士官に返し、宮城、福島、新潟三県となった。日清戦争の異界栄攻略に参加。 続いて、講和条約で日本に割上された台湾で起きた抵抗の鎮圧に当たった。日露戦争では黒木ため元率いる第一軍令下で九連城攻撃、両洋海戦、佐賀海戦、宝天海戦に参加した。両洋海戦では弓張峰の野衆と呼ばれる、師団規模の野衆を観光、以後、野衆の仙台師団の異名を取った。 1910年4月8日、師団司令部は韓国中札のため仙台を立ち、同日、師団司令部留守部を設置。1912年4月24日、師団司令部が朝鮮より仙台に帰着し留守部を閉鎖。1918年8月22日、兵器部が師団司令部内に移転し事務を開始。1931年からは満州に駐屯し、 以後満州事変、露バ橋事件に参戦し、シナ事変では、チャハル作戦、助手海戦にあたる。太平洋戦争では南方に投入され、所詮は、ラミンで解消するがガダルカナルでは7000名を超す、損害を出す。その後マレーシンガポール方面の警備を担当、1944年からは、ビルマ戦線に参戦した。師団司令部は、 仙台市川内の旧仙台城二の丸に、射撃場は仙台市大原に設置された。仙台賃大時代の司令部は二の丸の電車であったが、1882年に花火事故で消失したため、1884年に木造2階の建物を新築した。瓦吹きで漆喰の白い壁、正面玄関に柱を立てたポーチを設け、 三角の破風を持つルネサンス風の和洋、折衷建築であった。これが、師団司令部にも引き継がれたが、1945年7月10日の仙台空襲で失われた。創設の半年前にあたる1887年12月15日、日本鉄道第三区線の仙台駅や塩釜駅が開業し、仙台区は外港である、塩釜港、あるいは、 東京府と鉄道で結ばれ、出兵の際の輸送路が確保された。日清戦争では仙台駅の南に長町停車場を仮に設け、そこから商兵を送り出した。ありがとうございます。